この空に翼を広げ。ところでさ、飛んで、はい。地下ってさ、ハザードスーツだっけ？翼キャンセル。翼キャンセル。いや、私、地下初めて行くんだよね。だから、教えてほしくて。でも、ミコチが今日マイクなんかついてないっぽくて、そうだね。踊り担当らしいから、スイちゃんにちょっと教えてほしい。あ、全然教えるよ。大丈夫。なんか持ってるやつ、一応スナイパーライフルは持ってきたんだけど、他に必要なものを聞いてから、ちょっと一回戻って、準備してから行こうと思ってたのね。あ、スナイパーライフルと、私今スナイパーライフルと、うん。アサルトライフル一本ずつしか持ってないから、あー。それだけで足りる？足りると思うけどな。うん、足りる。ほんでもって、服は着て、多分、地下汚染されてるよな。うんうん、それは、ハザードスーツ。コメントの皆さん、ハザードスーツ必須だって、ハザードスーツ。オッケー。じゃあ、他の荷物はいらないってことね。他の荷物は、回復。装備？あ、回復だけでいい？うん。装備はもうそれでいいかな。オッケー。で、向かうのは、待って、地下放射線ないの？いつ、うん？どっち？割れてますね。あ、あと包帯だ。スコープもいる。あ、スコープもいる。なくね？あ、ないの？あと玉たっぷりだ。いつものさ、箱あるとこでね、15分箱あるとこ。あ、そう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 、あそこから行ける。回復とか、玉とかある？なんかポルちゃんが、リグじゃねえのらーって言ってるけど。回復の玉、帰ればある。とりあえず、私は、まあ、初めてっていうか、ほぼ初心者なんで、うん、3スタックぐらい玉あれば、まあ、3人で行けばいいのでは？あ、全然足りるよ。多分、1スタックでも足りると思うけどな。まあ、一回、もしあれだったら、ポルカ、地下行ってポルカの死体を回収して、うん。で、時間が、スイちゃんが時間あるかなって思ったんだけど、スイちゃんが時間があるなら、オイルリーグ行ってみるって思ったけど、スイちゃん今日何時まで？12時には終わる。オイルリーグ行く？行けると思うよ。まあ、4人では行けるやろと思うけど。うん。行かーん。一回、行ってみる？行ってみよう、行ってみよう。一回、じゃあ、地下に、オマポルの、オマポル助けに、行って、踊っとるわ。それから、オイルリグ。で、ちょっと、じゃあ私今、回復薬とかを取りに行ってくるわ。オッケー。オイルリグ行くんだったら別に、ハザードスーツいらなくね？ハザードスーツじゃなくていいのかな？一番いるのって、ボート？そう、ボート。買わないといけない。待って、やべ、金溶かしたかもしれない、今。70円溶かした。いや、ミコチが持ってますよ。買える買える。ミコチが持ってるから。あミコチが。出資者。そう、シラケンのために。シラケン。シラケンのためなら払えるよな。シラケンだぞ、おい、おい。シラケンのために。シラケンのために。もう、今日最後かもしれない。ね、ミコチ。シラケンで、リーグ行くの今日が最後かもしれない。ね、あ、オーケー。ちょろ。ちょろ。じゃあ、ちょっと、ちょっと準備していきます。ミコチと船買いに行くか。登れない。NPC だ！ピンクの、イチゴの NPC だ！撫でてる？撫でてる？撫で合ってる！撫で合ってるぞ、なんか。よしよしよしって。こっち向くな。あ、撫でてる、撫でてる、撫でてる。仲良し。仲良しじゃねえよ。友達なんだ。そうなんだ。撃たなくていいけど、私。なんか無視されてるじゃん、友達に。
踊ってんのに、踊ってんのに友達無視されてるよ、みこち。友達興味ないって、ダンスに。こっち見ろ、こっち見ろ。こっち見ろ、こっち見ろ。そっぽ向かれてるよ、みこち。そっぽ向かれてる。